はい、皆さんこんにちは、しんです。今日も動画ご視聴ありがとうございます。はい、iPhone 16 Pro シリーズのリーク情報です。まあほんの少しだけですけども、こちらの iPhone 16 Pro シリーズ、Face ID が画面下埋め込み型というリーク情報、そしてタッチ ID の構造の特許、こちらの方をもうすでに取得しているというリーク情報が入ってきております。こちらのリーク情報は全米の特許商標庁でただいま公開されている情報から確認されているということですので、まあ本当の確率がかなり高いと思われます。まあ先週、まあ、Apple は香港でダイナミックアイランドのこちら搭載したディスプレイパネルのデザイン、こちらの特許を取得したということが明らかになっております。まあ、内側の構造が鮮明に描かれているのが特徴だと、こちらリーク情報で入ってきております。まあ、なので、まあ、iPhone の15 Pro シリーズにこちらの方が、まあ、搭載されるかまだわかりませんが、まあ、ダイナミックアイランドも、まあ、かなり、まあ、14の Pro シリーズよりも、まあ、見やすく使いやすくなるかもしれません。またこちらのまだリーク情報もまた入ってくると思いますので、このチャンネルでお伝えしたいと思います。はい、それでは今回のリーク情報でした。まあ、いろんなリーク情報、入り次第このチャンネルでお伝えしたいと思います。では皆さん、楽しいアップルライフ楽しんでください。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。Falling deeper, cold nights, 난 너무 싫어. 기다리기에는 너무 길어. 저던 내 사랑이 식어. 기대만 하는 것도 난 이제